ビッグボス入金ボーナスキャンペーン実施中。ビッグボスで新規口座を開設すると5000円または40ドルの口座開設ボーナスがもらえます。さらに新規口座を開設されたユーザー様のご入金に対し1000ドル約14万円までは 100% のクレジットボーナスが発生します。それだけではありません。すでに口座開設してしまったという方にも入金に対し最大2万ドルのボーナスが発生するんです。ビッグボスは最大1111倍までリバレッジをかけれるので少額でも十分にトレードをしてお金を増やすチャンスがあります。この機会を見逃しなく、クレジットボーナスを皆様の FX トレードにお役立てください。はい、こんにちは、金曜の社長です。本日はですね、恵比寿に来ております。それでですね、なんで来たかというと、FX 仲間とちょっとね、焼肉に行って美味しいものを食べようということでここに来たんですけれども、今この動画を撮っていただいているのが、友達のタケちゃんです。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日楽しみだね、焼き肉。本当だ ね、美味しそうだもんね、ここね。いや、そうここがですね、恵比寿市民コンセントと言いまして、かなり結構ね、高級めで高いところだよね。うん、高級だと思うっていうところで早速食べに参りましょう。行きましょう。はい、ということでお店に着きました。一発目はレモンスカッシュを頼みました。お酒飲めないからね、うん、私。めちゃめちゃ美味しそうだよね。めっちゃ美味しそう。で、たけちゃんはビールね。そう、私ビール。はい、じゃあお疲れ様でございます。そう、実はリオナちゃんにね、今回視聴者の皆さんから質問が寄せられてます。マジですか？マジなんです。聞いてないです。今回ここに50個の質問があるので、今日は50個もあんの？そう、リオナちゃんにぶつけてみたいと思います。答えます。まあ、何来るんだろう、怖っ。なんだろう結構突っ込んだ質問もあるね。マジ？ちょっと答えられなかったら、察してください。察してください。はい、なるほど。じゃあ早速いっちゃいます。はい、ででん、一つ。年齢は、29、しゃーちゃー。もう一回。ででん、一つ目。年齢は？年齢は、今は28なんですけど、来月の10月8日で29歳となります。年取りたくない。とと来月最後の20代を過ごすことになります。はい、貴重な時間を、はい、楽しんでください。ありがとうございます。はい、じゃあ二つ目。誕生日は？誕生日10月8日です。うん、そうだよね。はい、ジュヤの鐘の鳴らす煩悩の数って覚えてください。煩悩や。煩悩の数で覚えてください。はい。じゃあ次、身長は？身長154センチで意外とちっちゃいんですよ。可愛らしい身長。うん、いいっすね。ちょっとコメントいらんから、サクサク頼むわ。多分まだあと40何個あるんでしょう。そう。じゃあ行きます。はい、出身地は？出身地北海道札幌市です。はい。今どこに住んでる？今は東京都内に住んでます。はい。自分を一言で言うとどういう人？有言実行。合ってる。うん。自分を動物に例えるなら？でもなんかその動物占いっていうのがあって、動物占いでは一応コアラなんですよ。でなんか結構コアラって寒いところが嫌いで、あったかいところが好きで、なんか結構マイペースに来てて、なんか嫌なこと絶対やらないみたいな感じだからコアラなんかなって勝手に思ってますけど、どうなんだろう。顔は猫っぽいって言われるけど、ちょっとどうだろうね。多分そんな感じ。そうかもしんない。じゃあ次、趣味は？趣味は最近はなんか結構部屋のインテリアとかを結構 YouTube で見るのが好きで、なんか最近デスクツアーの動画も出したじゃないですか。家にあんまり何もないんですけど、その
部屋の家具を見るのが最近趣味です。はい、好きな食べ物は。好きな食べ物はまさにだね。まさに。じゃあ次、好きな芸能人は。好きな芸能人、私あんまり芸能人興味ないんですよね、正直。あ、でも、結構 K-POP アイドルが実は意外と好きで、なんか TWICE とか NiziU とか韓国系の女の子のアイドルグループが好きです。男の子じゃないんだ。男の子ではない。TWICE のももちゃんとみなちゃんが好きです。はい、うわー、美味しそう。お菓子のように甘いです。これはキャビアが塗ってあります。牛蜜は卵黄のソースでございます。うわ、うまそう。ちょっと最初のなんかウニとイクラとエビの缶詰来たのでいただきます。ちょっとバンバンこの間にも質問をしてください、うん、よろしくお願いします。これ美味しそうなんだよね。いやね、ちょっとごめんね、なんかお預けにしてて質問させてたら食べれない。いえいえ。でね、好きなドラマ、映画は。うわあれあれ、ごめんごめん、うますぎてちょっと。好きな映画とドラマ、うん、好きな映画、なんだろう、のハリーポッターとかトワイライトとか見ますよ。とかネットフリックスめっちゃ見るので、なんか昔のドラマとか結構見てる。今はマスクガールっていう、なんか最近の韓国系のネットフリックス限定の、ドラマ見てますね。意外。なんでいやいや、見てなさそう。うん、マジで。何してると思ってんの。勝手にこうイメージしてる。そうなの。はい、でね、好きな男性のタイプは。あー、これみんな気になる。気になる。そう、あ、尊敬できるところがある人がいいです。なんかその会社内でも結構その男になっちゃうんですよ。なんか強がらないといけないというか、強くいけないみたいのがあるので、なんかやっぱ付き合うとか、なんか好きだなとかそういうの思うときは女の子でいたいじゃないですか、私も。だからなんか女の子でいるためには尊敬できるポイントがないといけないから、ちょっとなんかタイプっていうとちょっと違うのかもしれないけど、尊敬できるところがある人は魅力的かなと思いますね。好きな YouTuber さんは。好きな YouTuber さんは結構見るのはてんちむさん。あ、でもてんちむさんなんかもうなんか無期限の活動休止するらしいんで残念だなと思ってますね。はい、はい、学生時代の好きな教科、嫌いな教科は。好きな教科は世界史と経済。経済って言わないのか、なんだっけ、公民。公民経済、政治経済、政治経済だ、うん、政治経済と世界史が好きで、うん、嫌いな教科は英語と国語でした。大嫌い、マジで。なんでかっていうと答えがないからです。あー、なるほど。なんで数学とかも好きですよ。数学とか、理科とか、は、まあ、全部答えがあるわけじゃないですか。特になんか世界史とか経済とかっていうのは全部暗記すればいいんで、もう暗記できるものは全部大体100点なんだけど、国語とか英語っていうのは答えがないから、なんかなんでこれが答えになるのかわからない、こっちでもう答えじゃんみたいなって言えるから、なんか何が正解かわからないっていう点で好きじゃなかったです。なるほど、はい。じゃあ次はそれに関わってくるかな。んテストの最高点と最低点は。いや、最高は100点で、最低…え、それいつからですか。小学校今までの人生で。え、もう0点ありますか。ゼロ。うん、ゼロあるある。なんか小学校2年生の時になんか物差しの仕組みが全然理解できなくて、で、0点だったんですけど、なんか笑っちゃって、いやいや、初めてなんか0点取ったよってお母さんに言ったら、すんごい深刻そうな顔で、
えそれはちょっと良くないみたいな感じに言われてすっごい勉強させられて最終で100点取りましたすごい結局それもなんかその時はそのなんでそうなるかっていうのは理解できなかったんで結局テストの問題の答えを暗記してるだけみたいなだから暗記はできるんだけどなんでそれが本質的にそうなるのかみたいなところまではなんか理解ができてないみたいな終わりますかねこれってなるほど、うんあ、お肉きたうわ、うわ、やばい、めっちゃ美味しそうやっぱめっちゃうまそうなんだな国家公務員になったきっかけは国家公務員になったきっかけは、大学生の時って北海道の大学だったんですけどなんか、まあ起業っていう選択肢はなくて周りみんな、まあ、就職の選択肢しかなくてで、まあ会社員になるか公務員になるかみたいな二択だったんですよ、私の時は。でもなんか会社員ってなんか企業から面接されて理不尽に落ちたりするじゃないですか。だからなんかその面接されてあっちから選ばれるぐらいだったらなんかこっちが選びたいと思って私がなんか選びたいと思って公務員だったらちゃんと勉強してなんか自分で行きたいところに決めれる少々決めれるからなんかそっちの方が実力派でいいなと思って、まあ、公務員にしました。公務員辞めた理由は辞めた理由はなんかそのまあ定年後のおじいさんとかおばあさんがでなんかすごい目が死んでるんですよ。だからなんかその目が死んでる人たちが、まあ、要は私の未来じゃないですか。なんか目死んでる人になりたくないなと思って、でなんかこんな人生嫌だっなって思っちゃったんですよね。やめて後悔してる部分って実はあったりします？あ、一個だけあるわ実は。国家公務員ってマンションもすっごい通るじゃない。その要は審査最強でどこでも通るからなんかまあローンも借りれる要は借金がめっちゃできるからもうその公務員時代にめちゃめちゃ借金してなんかマンション1個でも買っとけばよかったなと思っていや本当に本当にマジで。そしたらさ、まあ私2019年の6月ぐらいに辞めたからコロナ前だったからめっちゃ借りてそこで不動産買っとけばそう、ね、そうめっちゃ不動産価格バーンって上がったはずだから儲けてたのにうわーしまったと思っていやちょっとそこまででもなんかリスク負いたくないなと思って公務員辞めた時はまださなんかその投資経験もそんなになかったからできなかったんだけど、うん、なんかそれはちょっとやっとけばよかったな。信用があるうちにさっさとローン組んでた方がいいですよそうかも、ね、次、独立してよかったこと悪かったこと独立して良かったことはもう自由、いつ働いてもいつ寝てもいつ何してもいい明日旅行に行ってもいいっていう自由を得られたこと。まあデメリットはデメリット悪かったことはなんだろう、やっぱり収入は安定しないですよね。うん、収入は安定しないし、私の場合なんか結構トレードとかやったりとかするし、なんか会社一応やってるけど、会社のメンバーに別に会おうと思わなければ会わない。まあ、要は Zoom とかでオンラインで会議できちゃうと、ずーっと家に一人でいることになるから、なんかその人と社会とのつながりみたいなところが結構疎遠になってきちゃう。なるほど。っていうのはちょっとデメリットかなと思います、ね、なんか意外と会社に勤めてるとなんかその社会とのつながりって感じづらいじゃないですか。もう当たり前にあるから。でもいざ本当に全部なくなって一人で家にずっといると結構あ社会とのつながりって大事なんだなって改めて気づかされましたね。じゃあ次、会社経営は難しいですか？いや難しいと思いますよマジで。そうだよね、超難しいと思う。いや私もあの本当にもう、まあ、会社経営は3年目とかになるんですけど、あの向いてないと思います私マジで向いてないと思う本当に。
コミュニケーション障害なのさ、コミュニケーション障害の人が会社やったら向いてないよね、マジで。と思わんっていう。やっぱさ、そのメンバーさんのさ、士気をこう上げて、モチベを上げて、みんなで頑張っていこうぜってやっていかないといけないから、自分がこう怠けれなくなってくるから、なんか、そこはやっぱ辛いなって思うよね。でもその分、やっぱり会社のメンバーとすごいこう、バシバシやってた時は、あんまり社会とのつながりみたいなところは悩まなかったから、まあ、どっちがいいんかなっていう、まあ、一人でやるのか、会社持ってやるのか、みんなとやるのかみたいなところは、結構悩ましい。なるほど。次、パチンコスロットやりますか？パチンコスロットやらないです。そんなものはやりません。いや、そんなものはって言っちゃったんですけど、タバコが苦手で、だから実はなんかタバコの匂い、煙をこうなんか浴びると唇腫れるんですよ。マジで？そう、だから、あ、でも喫煙じゃないのか今って。わかんない。なんか私が大学生とか、なんか高校生とかの時はなんか結構喫煙のところが多くて、あ、もう絶対パチンコ行けないなっていうイメージが強いから、なんかパチンコやらないですね。パチンコ。なるほど。今まで一番高級な買い物は？今まで一番高級な買い物は多分牛。牛。あ、か車だと思う。なるほど。牛は黒毛和牛を2頭買ったんですけど、それが200万くらいで、車が180万くらいだったかな。だからまあ大体でも一発で買ったでかい額は200万くらいですかね。なるほど。今まで行った好きな国は？今まで行った好きな国はスペインとフランス、イタリア、好きでした。いいっすね。ちょっと待って、ちょっと待ってね。これ何につけて食べればいいんですか？すでに一緒に入っていますね。そのまま召し上げてね。ありました。じゃあいただきます。うわー、美味しそう。タビちゃんもいただいて。どう？めっちゃうまっ。うまっ。うまい、うまい。やばいね。やばい。ね、なんか幸せすぎるんだけど、この動画撮影。でも、二度と行きたい。まだ、でねんっていうのさ、なんだ、マジでね。でねんって、でねんって。ちょっと気になってた。で、いいんだけどね。いいんだけど。はい、二度と行きたくない国は？二度と行きたくない国は、どこだろう。タイのバンコクかな。バンコク。私さ、その公務員辞めた3日後にタイで1ヶ月 FX 生活やったんだけど、バンコク結構押し売りがすごいのよ。もうなんか日本人見つけるとこれ買えあれ買えみたいな、見つけるたびに言ってくるから、なんかうざいし、なんかそのめっちゃ湿気ある時期に行ったから6月ぐらいかな。なんか雨季だし、ずっと雨降ってるし、なんかあと10万円すられたんだよ。わあ、最悪。だからバンコクあんま好きじゃないですね。チェンマイは良かったよ。だからなんか国っていうよりかはなんか都市、そこの場所はあんま行きたくないな。将来住みたい場所どこですか？将来住みたい場所は、でも結構この前5月にやっぱヨーロッパ行って、なんかやっぱり住むってなると今やっぱ犬飼っててミツバちゃんと住んでるから、なんかペットフレンドリーな国がいいなと思ってて、結構スペインとかフランスとかはもう犬がもうリードに繋がれないで走ってたりとか、あと9割ぐらいはもう全部犬と一緒に入れるっていう国が多かったから、まあ、ヨーロッパいいよねって思いますね。なるほど。次、聞きたい人いっぱいいるから、むちゃく彼氏いますか？いないです。いや本当にマジでいない。あ、マジでそうマジで、あのいなくて、あのこれちょっと本当ぶっちゃけなんですけど、最近別れました。あ、マジでぶっちゃけ。これ以上はもう何も言わないでください。
最近別れたんで、もうこれ以上何も聞かないでください。頼みます。はい。いつまでに結婚したいですか？結婚？うん、結婚。まあ、でも子供が産める年までには結婚しないと、結婚しないできないと思うんで、というのはなんかその結局結婚するかしないかって子供がまあいるかいらないかみたいな話になると思うんですけど、なんか正直今あんまり子供の必要性を感じてないんですよ。ワンコがいるから、ミツバちゃんがいるから、かわいいよね。いや、そうそうそう、だから癒されてるから、なんか正直今子供欲しいって思わないから、なんか結婚も別にいつまでしようかなとか思わなくて、しかもなんかその卵子凍結っていうのもあるから、どんどんなんか別になんか婚期が伸びていくというか別になんかこうね、すぐに別に結婚しなくてもいいかなみたいな。伸びそうだね。いや、伸びそうで怖いんだよ私もさ。でもなんかどんどん周りの友達とかもさ結婚していって、なんならなんか一緒に付き合ってる友達とか遊ぶ友達も年下の子が多くなってきて、いや、なんか今回誕生日で27になったんだ、26になったんだとか聞くとさ、私次29じゃんとか思うとちょっと寂しくなりますね。その流れで結婚後も働きたいですか？あ、結婚して子供を産むんだったらもう子育てに 100% 注力したい、うん、で結婚して子供を産まないんだったら全然働きたい。だからそうです。でもあの子育てしながら働きたくはない、うん、働くって分かんないけど、分かんない、ライブ配信するぐらいだったらできるかもしれないけど、なんかその働くの定義によるかな。会社に勤めるとかは難しいと思う。ああ、なるほどね。今からお姉さんが全部コースのお肉を焼いてくださるそうです。よろしくお願いします。次は FX に関して投資についてっていう質問来てます。はい。好きな通貨ペアは？これ食べてるのに質問しちゃった。もう考えよ。好きな通貨ペア、好きな通貨ペアは、いやでも好きな通貨ペアっていうか、なんか基本的にやるのは4通貨ペアで、ドル円とポンド円とポンドドルとユーロドルの、まあ、4種類です。じゃあ興味あるけど取引したことない通貨ペア。ゴールド。あー、ゴールドね。ゴールド、通貨ペアになんかなるのかわかんないですけど、貴金属だけどね。うん、でもゴールドを取引したこともないな。なんかあのすごい破綻してる人が多いイメージなんですけど。そうだよね、ゴールドでさ破綻してる人多いよね。まあそっちにね行く人も多いよね。まあ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 、まあ、って感じかな。ゴールドやってみたいなでも、うん、トレードスタイルはスイングです。ステイトレイスキャルスイングが多いです。基本的にスイングだけど、最近はスケルピングもやってみたりとか実験はしてます。パソコンとスマホどちらにしてますか？基本のスマホです。我らがスマホ世代ね。そうだよね。うん、まあ、パソコンは結構そのチャートだけ見るとかね、まあ、形を見て、まあ、スマホが多いかな。でもスマホの方がなんかもう、だって言うんだろう、操作しやすいというか慣れてるから、うん、それでやることが多いですよね。次は FX での過去最高利確額はいくら？200万ぐらいじゃないですか。え、一発？それとも何回かに？一発。一発だったら多分100ぐらいだと思う。結構初期にバカバカロット買って、もうプラス100万イエーとかやってた時代ありましたね。すごいね。FX での過去最高損失額はいくら？一発。200万。それ聞くとさっきのすごいねっていうの。あ、でも180とかが、なんかあの、なんだったっけ、コロナ明けぐらいの時に、それもなんか動画に残ってるんですけど、なんかユーロドルショートしてて、みるみる上がってって、自分で損切りしたってことありましたね。なるほど。辛いよね、やっぱね、100万台の損切りが辛いマジです。辛いね。
辛い。やばい、辛い。次、1回のエントリーで保有した最大の音数は？おーとかじゃない。5、5、5ロットだから50万通貨とかかなあ。でもなんかその最良だとそれぐらいだけど、あの昔自動売買使ってた時は普通に10とかありましたね。でかいですね。でかいよね。100ロット、 100ロットじゃない、100万通貨。すごいね。過去にクレジットボーナスで助けられたことは？ある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 。なんか、まあ、私ももちろんあるけれども、その私が、まあ、ライブ配信やってる時になんか、まあ、10万円あったらさ、まあ、10万円分のクレジットボーナスつくやつやってるから、要は20万円分取引できるじゃないですか。でもなんかその、まあ、それ切りしちゃって10万円なくなっちゃったけど、まだ残り10万円クレジットボーナス残ってて、そこから全然また30万に戻したとかっていう人全然いるから、いるし、私も結構ボーナス助けられてるから、結構ボーナスあるとね、あの再起可能というかね。そうだよね。うん、はい、爆益で得た利益は何に使ってますか？爆益で得た利益は、うーん、上の日爆撃出ても、でもあんま使わないで再投資するかも。あ、なるほどね。なんかそんな派手にバーンって使わないかも。なんか正直、まあ、今日ちょっと着てる服はお高めですけれども、なんかあんまブランド物とかにも興味ないんで、なんかそんなにバカバカ買わないんですよ。なんなら捨ててるから今断捨離にしてめっちゃ部屋の物ないから。だからいや、ちょっと申し訳ないぐらいなんですけど、何も買ってないマジ。これがリアルベースなんで。なるほど。リアルベース、リアルベース。オッケー。じゃあ次、こういう人は勝てないよって人いたりします？多席志向の人。ああ。なんか損が出たとしても、なんかいやこれは相場が悪かったからなとか。なんかその自分の責任じゃなくて、なんかその違うところを責任をする人、なんか経済指標があったからなとか、なんか自分がもう悪い、そうやった自分がもう確実に悪いっていう風にしないと勝てない。だからなんかよくいるのは、なんかそのリオナちゃんがこう言ったから入ったのにみたいなって、結局他責じゃないですか。って言ってくる人はもう永遠に勝てない。自分の思ったエントリーポイントでちゃんとしっかり自分で決めないと無理だと思いますね。なるほどね。じゃあ次はね、逆に勝ちやすそうな人は、勝ちやすそうな人の特徴？そう。まあでもさっきの反対になるけど、自責思考の人じゃないですか。ね、なるほど。やっぱ全て自分の責任で、その自分が何がいけなかったのかっていうのを反省できる人は強いかな。うん、次やらないように気をつけようとか。会社員でも FX はできますか？できます。できるできる。全然。てか世の中の 94% が会社員なんだから、会社員できなかったらもう終わってるよ。そうか。私も公務員時代にやってたし、むしろやってて助けられた側だから、うん、ただやっぱりしっかり勉強しながらやらないとすぐお金溶けちゃうから、まあ、そこだけちょっと注意ですけど、結構いるじゃないですか。そのなんか例えば 0.1 ロットを打とうとしたら1ロットにしちゃってなんか間違えちゃって破綻したとか、なんか損金になっちゃったロッカットになっちゃったとか結構見たりとか、あと通貨部屋間違いとか、なんかほんの些細なちょっとのミスですぐお金なくす危険性があるから、そこはまで気をつけてほしいなって思いますね。ですね。なるほど。これをする上で重要なことは？重要なこと？でも常にやっぱりリスクとリターンを計算して、リスクが高いのにリターンが薄いところではトレードしないってことですよね。マジでこれ
これを意識するできるかできないかだけで勝率多分何十パーセントも違うと思うんですよ。だからみんなそのリスク高いのに見たら薄いところというか自分で薄くしちゃったりとか味覚が浅くなっちゃったりとかするから、なんかやっぱりリスクとリターンが一番常に考えれるかどうかが、まあ、投資家のポイントかなって思います。証券会社選びの重要なポイントは、海外フェックス、国内フェックス、まあ、どっちもいやでもどっちもだったらやっぱ出勤できるかどうかじゃないですか。間違いなく大事だよね。え、だってあの皆さん分かってないかもしれないですけど、あの証券会社って銀行じゃないんで、あの証券会社の口座に入った瞬間にただの数字になるんですよ。だからなんか本当になんだろうな、証券会社、まあ、日本の証券会社でも、まあ、利益が出たとしたら結構口座凍結になっちゃったりとかっていうの結構あるから、やっぱりどこがちゃんとしっかり出勤できるかっていうのはめっちゃ調べないといけないなと思いますね。これはもうね、国内でも海外でもどっちも一緒。なるほど、絶対そうだと思う。いやそうだよね、マジで。みんな絶対調べるよね。なんかあの、あそこ有名だからとか今ボーナスやってるからとか適当にこう入れておくと後から痛い目見るからね、マジで、そう思うでしょ。そう、じゃあ次、主にどこの証券会社を使用してますか？まあ、今はなんかよくその動画とかね、他の横動画とかあとショート動画だったりとかライブ配信でも見てる人多いかなと思うんですけど、ビッグボスっていうあの会社を使ってます。ビッグボスはあのセントヴィンセントグレナディン諸島っていうなんかよくわかんないところにあるんだけれども、まあ結構その営業の人とかもちゃんとあのしっかり話せるし、なんかすごい日本語サポートがめちゃめちゃ手やすいから、私は結構ね、ずっとね、もう4年ぐらいの付き合いになるけど出勤できなかったことないんですよ、マジで。まあ、なんで、そこが結構強いなと思って使ってます。今行っている投資は FX 以外に何がありますか？株式投資と外貨預金かな、主には。外貨預金はもうでも最近ほら円高になりそうだったから一旦利確しちゃったんだけど、それでもまあ2ヶ月間ぐらいで230万円ぐらい投資して240万ぐらいになったから、まあ、プラス10万ぐらいになって、で株は、日本株とアメリカ株どっちもやってるんだけど、日本株は今含み益が73万ぐらいあって、アメリカ株はトントンぐらいかな、トントンちょいぐらい、1万ぐらいだから、まあ、合わせると株は75万ぐらいの含み益があって、もうすでにアメリカ株は今年の4月ぐらいに利確しちゃって、それも25万ぐらいあるから、今年今全部バンって利確すると大体100万ぐらいは儲けてます。意外とすごい。でも FX で勝てないんだよ。どうしたらいいね FX。いやなんかさ、いやこれちょっと本質に迫るんですけど、やっぱ FX 難しいよね。難しいね。いや難しいよね。どう、FX さやってるじゃん、ハゲちゃんも。ハゲちゃん実際どうなの？何が？利益さ、利益今年どう？ダメだこりゃ。いやどうにかしてね、こう今ね頑張って勝ちたいなと思っていろいろ研究してるところなんで、応援よろしくお願いしますっていうなんか謎の時間になっちゃったので次の質問くれ。はい、おすすめまたは普段利用しているインジケーターは？インジケーターは結構フィボナッチ使いますね。フィボナッチとエリオット波動も今見てるし、 RSI とかあと移動平均線、SMA と EMA と SMMA とか、なんかもろもろ試して何がこう効くのか、でそれを組み合わせた時にどのくらい
エントリーの勝率があって、どれぐらいのリターンがあってみたいなところでめっちゃ今研究してます。なるほど、うん、いや大変なんだよこの作業がね。そうだね、うん、すごい大変そう。そう、投資を始める際に必要な準備は、必要な準備、エフェクツの話、いや、エフェクツに限らず、限らず、なんだろう、資金の用意まあ大事だよね、大事だよ、大事だね、間違いない。まず余剰資金を貯めるっていうことが必要で、だいたいその月で稼ぐ金額の会社員だと3ヶ月は貯金してほしいっていう風に言われてる。だから月20万円稼ぐ人だったら60万円は手元に現金として残してる。でそれ以上を余剰貯金として投資に回すっていうことをやりたいんだけれども、まずそもそも預貯金が60万円以上ある人って多分そんなに日本で今しかも若い人っていないと思うんだよ。だからまずやってほしいことは貯金で、貯金して必要最低限生活費にしばらく困らなそうになったら投資に回してください。もうそこだけ。だからもう生活費までぶっ込んで投資をやらないっていうことがめちゃめちゃ大事かなと思います。はい、間違いない、間違いない、本当に間違いない、本当に。じゃあ次、10年後は何をしていると思いますか？10年後だと39歳、おばさんやー。そうだね、おばさんやー。何やってんだろう10年後。想像できないですね。何やってんだろうね。まあ海外行ってるかも。ああ、そうかもね。海外でフラフラしてるかもね。分かんないけど。じゃあそれ続いて将来の夢は？将来の夢。2億2千万稼ぐ。なんで2億2千万かというと。大体私が、今28なんだけど、平均寿命が86歳だから、まあ、あと大体60年あると、60年間、毎月30万円の生活費で60年間過ごすとすると大体2億2000万ぐらいかかるそうです。なので2億2000万円稼ぎ切ったらもう働かなくていいってことなんで、いいね、投資もせずにねだからなんか2億2000万円食べたいなって、食べたいなっていうか、まあ、投資で別に増やしてもいいし、そこのなんかまず目標としてる地点に到達したい。なるほど、うん、オッケー。じゃあ今一番欲しいものは、今一番欲しいものはなんだろう、何欲しいんだ、友達寂しい、友達欲しいです、友達募集中でもガチにすると社会人になってから友達ってどこでできるのっていう、なんか同じ趣味の人か会社かだけど、私会社自分でやってるから、まあ、特定の人と会うしかないし、まあ、じゃあ果たしてそれが友達って言ったら分かんないから、なんか友達最近何なんだろうとかね、なんかもうちょっとなんかこう遊べる友達欲しいなとか。まあでもさ、ちょっともう本当にガチの悩みなんですけど、なんかみんなさ、今私のぐらいの年齢の人たちってさ、会社で働いてるわけじゃん。ってことはさ、まあ要はさ、朝の9時ぐらいからさ18時ぐらいは会えないわけであって、まあ言うたら平日にその夜の時間か、まあ、土日かって感じじゃん。まあ不定休の人もいると思うから何とも言えないんだけれども、ってなってたら、なんかその私は結構めちゃめちゃ旅行とか行きたいから、なんか旅行行こうよって誘ったとしても、いや休み取れないからって言われて結構終わっちゃう。あ、なるほどね。だから遊びたい時に遊びたい、遊べる友達がいないみたいな、そういう悩みはありますか？確かにあるかもしれないね。いやだからなんだろう、まあ多分だから私みたいな同じような人探すしかないんだけど、もう難しいよねそれって。そうだね、難しいね、難しいよね。じゃあとうとう最後の質問です。お、もう最後ですか？そう、もう最後です。これ大事。最後に視聴者様への一言か。一言。そうです。何言ったらいいかな。何言ったらいいかな。まあなんかその私が
ば投資した、まあ、結果だったりとかを本当に赤裸々にもう損もプラス分ももう負けましたっていうのも全部、ね、出してると思うんですけれども、まあ、反面教師にする一方でやっぱりいいところはどんどん真似してほしいなって思うし、なんかこう頑張って YouTube 活動も、まあ、最近は TikTok もね結構力入れてるんで、なんか動画を見て何かその感じられることがあったらぜひコメント高評価どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。こんな感じでいいですか？はい、以上終了します。やった、お疲れ様でした。ありがとうございます。最後にまだ高評価チャンネル登録してない方はぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。